皆様こんにちは。浅草浅草寺に来ました。多い。いや、人が多いですね。ここは渡航が解除されて、ね、外国の方が結構多かったですね。もう街だよね。もうみんなごちゃごちゃでやってる。そう、そこ立ってまっすぐ参道を歩くことができないくらい人が多かったですね。70代前半のおじさんとおばさんはちょっと心配だったんですけど、もう全然あのスイスイと、さすが農業をやってるせいか足腰は丈夫ですね。スイスイとこう人の波をかき分けて歩いておりました。私なんかより全然早く歩くなと思いましたけど、結構旅慣れをしてるようで、外国とかも全然普通に行ってるし、なんか羨ましいなと、こんな夫婦になりたいなと思って後ろをついて歩いていましたが、時刻が2時ぐらいなんですけど、巣鴨でやたらお腹いっぱいになってしまったので、全然なんかお腹が空いてないので、そそるものがあんまりなかったっていうか、本当はなんかね、お腹空いてたらもうあれもこれも食べたいなっていう状況だとは思うんですけど、人が多すぎて、それどころではなかったかなっていうのもありましたけどね。ガラス通り、あっち側にいたらカパバスとかから歩いてきた、ね、こっちも参道が途切れたところからスカイツリーが綺麗に見えました。この日は曇りだったので、また後日登ろうかということになりました。天気がよかったら来ないよ。あそこまで。お参りまでせんねやろね。これ大変だ。やっぱ綺麗だな。立派だな。提灯がなんか黒いのあったかな、お前。両側にあったかな、覚えてないけど。揚げまんじゅうおいしいよ。食べたことある。揚げまんじゅう、あんこおすすめ。こちら。おいしい。あ、ここで撮ろうか、写真。いい？振り向いて。あ、ちょっと待って。はい。あ、いいね。いいわ、すごいいいわ。ね、ここでもやろうか。浴びた？事実を述べてるだけで。ここからお参りするの？女性陣が、お参りをしている間ですね、おじさんは七輪で暖を取っておりました。なんかこんなんいいですね。冬場来たらこういうことがあるんだと思いました。お参りも終わったので帰り道、どうせなら別ルートで帰ろうと思って、裏通り、仲見世通りの裏の通りを歩いていますと、美味しいメロンパン屋さんを見つけました。人気のお店みたいですね。なんかテレビで放送されたんでしょうね。なんかかなりの人が行列を作っておりました。怖いんだけど、ここの鳩は全然人を怖がらなかったんですよ。びっくりしましたね。普通は逃げるんですけどね、もう全然堂々とした感じで、あ、分かった、一生懸命ご飯食べてますけど、なんかカリカリみたいな帽子してるかもしれない。
なんか塩とかも食べるみたいな。怖いやけど。すごい行列。入った、飲食スペースに鳩が入った。もう鳩の天下やここ。修学旅行生なども、何組か行きましたね。人形や、団体行動じゃなくて、なんか班みたいなのに分かれてるような感じがしましたけどね。ここが、ここ一つ、これがね、食べてる、高ったな、いつみんな食べよったやん。美味しい、美味しそう、食べよ、食べよった、そう、有名なテレビでね、テレビで食べよった。なんで知ってる。メロンパンが買えて、おばさんがとても喜んでたので、私もちょっと嬉しくなりました。あ、よかった。この裏通りに来て正解でした。知ってるんだ。そこ食べたかったの。うん、これもあれも知らんかった。あ、よかったね、これで願い叶ったりや。お参りしてよかった、運がよかった、とてもいいサプライズになりましたね。揚げまんじゅうね。そうだよ、ちぐあめが今流行りだね。ちぐあめ、これ流行りだね、最近のやつだね。うわー、すごい、なんかお寿司みたいな。これ似顔絵。うわー、すごい、似顔絵、似顔絵くらいなんだ。1000円だって。修学旅行生限定は1000円。ああ、楽しかったね。裏通りはなんかショートカットできるかと思って入ってきたのに。でもちょっとさ、ちょっとかもしれないね。若者も見つけれたからね。そうだね。向こうも通りがある。ああ、何回もこれ来れるし。来ても楽しめるね。着物の人が多いけん、やっぱ集まるよな。日本らしいよね。観光地としてはもう優秀や。これであの秋田のことやね。うん、ここにこれ観光だったら今日は別でしたろ。お金がどんどん入る。そうだね。気づいてるわ。さあ、浅草寺の散歩の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。